聞くのがうまくて何でもかんでも喋っちゃったんですよね。おそらくそこにつけ込んだホストがこの後ご飯行かないって、いわゆるアフター、俺普段アフターしないけどお前のためなら行ってもいいよみたいに言われて、ご飯食べてなかったから行くかって、1000円でご飯が食べられるなんて良くないって思っちゃって、それで行ったら仕事を紹介されたんですけど、それが帰り番所だった。自分たちが事件を起こさないだけじゃなくて、同時並行で事件に巻き込まれないっていうことをしっかり教えてあげていかなきゃいけないなと思っていて、この僕らが知らないようなところで、それこそせっかく指名してくださったお客様をそういうスカウトの業者の方にこう仕事の汗をお願いしてしまう、それをそのお客様のためだけじゃなくて